俳優です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日もこちらロサンゼルスからお届けしています。で、先日動画でもアップしたんですけども、日本に本帰国することになりました。まあ、1年数ヶ月こちらねロサンゼルスにいたんですけども、まあいろんな事情があって日本に戻るんですけども、まあ詳しい詳細とかはねその動画見ていただければなと思うんですけども、今日はこちら1969年のフォードマスタングのお話ですねとなります。で、このマスタング買って半年ぐらいですね、2024年の3月4月ぐらいにゲットして、まあ今10月なのでまあ半年ぐらい乗ったんですけども、このマスタングも、日本に持って帰ることになります。で、明日が、ピックアップの日なので、今日がね、ロサンゼルスラストランということで、長年ねこのマスタングが走ってきたアメリカを離れるということで、最後ね動画撮ってみようかなと思います。ではね、マスタング乗りながら少しお話ししてみたいなと思います。はい、そんな感じで少しね、ドライブしながらお話ししてみようかなと思います。で、まあこのマスタングなんですけども、まあ、買って半年経ったんですけど、正直日本に持って帰るか、このままねロサンゼルスとかアメリカで売ってしまうか手放すか迷ったんですけども、まあ、まだね正直半年しか乗ってないんで、この車のね良さもあんまり分かっていないところもありますし、あとねそれなりに修理に時間とお金をかけたので、まあ、もう少し乗りたいという気持ちが強いので、今回ね日本に持って帰ることにしました。まさかねアメリカで車を買って日本に持って帰るなんて思っても見なかったんですけども、まあこれもね、何かの縁かなと思って、持って帰ることにしてます。で、手続きとかはいつもお世話になってるねジェイズモーターサイクルさんの方でやっていただいて、もうね書類もほぼほぼ仕上がっていて、まあ、あとはね車ピックアップしてもらって、最後ねこのナンバーを返納するっていう作業があるので、まあ、そちらを最後、行っていこうかなと思っています。結構毎週末このマスタング手に入れたから乗っていて、あっちこっち出かけたりして、まあ、あとねこの車のコンディションも見ないといけないので、あんまりこう遠出ができなかったり、近場をちょっとぐるぐる走って、修理した箇所がねちゃんと直ってるかとか、まあ、そういうのもチェックしたりとか、トライアンドエラーの繰り返しだったんですけども、非常にね面白い時間をね過ごせたかなと思います。で、日本に持って帰ってももちろんメンテナンスとかね定期的に出てくると思うので、そこはしっかりやっていこうかなと思いますし、まだまだねこのマスタング乗ってこう遊んでね見たいなって思うところがあるのでね、その辺はどんどん日本でも走っていこうかなと思っています。で、マスタングをねこうアメリカで乗ってみて思うところは、やっぱりねこのマスタングに限らずですね、まあ旧車結構文化盛んなので、まあそういうところでね非常にポピュラーなカルチャーでいろんな人からねこのマスタング愛されてる車だなと思うところがあります。まあ、日本でねマスタングって人気あるのかないのかちょっとよくわからないんですけども、まあ、でもね日本でもやっぱりアメ車屋さん結構多いので、まあ、そういう意味ではねある程度の人はマスタング乗っているのかなと思ったりします。で、本当にもう今日がラストラン、アメリカでもねラストランになるので、もう明日には、ロングビーチという港に持って行って、明日が10月の9日なんですけども、11月の9日に日本に着くそうなので、まあ、そこからね車検して整備してまたね日本で乗れるかなと思います。横浜の方に着くらしいですね。自分東京に住んでいるので一番近い港は横浜になるそうです。なんかね感慨深いものがちょっとあって、やっぱりこう1969年の車なんで、もう55年前の車で、こちらね、ロサンゼルス、まあ、サンノゼというところで作られたんですけど、この車はなんですけど、まあ55年を経て日本に持って行って乗るっていうのがなんか面白いなと思って、そしてね業者が買ったわけじゃなくて自分でね前のオーナーさんのところにテクテク足を運んで、値段交渉したりコンディションチェックしたり、
それこそ名義変更一緒にやったり、なんかいろんなね思い出が詰まってる1台なので、ね、そういう意味ではね非常に思い入れがねあります。まあ、大体日本でマスタング乗ってる人はやっぱり業者の方がねアメリカから仕入れて、まあ、それでね日本で乗るって形なんですけども、まあ、自分の場合はねこうやってロサンゼルスでねこれを毎週乗ってて、でその車をねアメリカに持っていくということで、ちょっとねイレギュラーなパターンなんですけども、まあ、その分やっぱりアメリカでの乗り味、日本の乗り味がね比較できていくのかなと自分的には思っています。まあ、今ねラストランしてるんですけども、実は理由があってガソリンを4分の1まで減らさないといけなくて、まだねちょっと4分の1まで減ってないので、まあ、それも兼ねてねちょっと今ドライブしてるところがあります。こうアメリカの道幅ってやっぱ日本よりは広いと思うので、日本でこうマスタング運転した時にまたね感じが変わってくるかなと思うんですよね。アメリカの道は本当にね広いので、その車線が、まあ、大きい車もね多いっていうのもあるんですけども、まあ、カリフォルニアは特に土地が広いので、そういう意味ではね道路もね広く作ってあるのかなと思います。まあ、この車にね正直あんま遠出とかしたことなくて、遠出といっても、まあ、1時間半ぐらいしか片道ね走らないので、ロードトリップとかはしてないんですよね。まあ、さすがにねちょっと車も古い車なので、その1日400マイルとかちょっと走らせるのは怖いなっていうところがあるんで、あんまりねそこまで遠出はしてないんですけども、まあでも1時間半とか走っても全然問題なく走ってくれますし、燃費もねそんな思ったほどは悪くないです。今走ってる普通の車よりはねもちろん悪いんですけども、まあ、でもフリーウェイとか走ると全然燃料も減らずにある程度走ってくれるので、まあ、その辺はだいぶね調子よく走ってくれる1台なのかなと思っています。まあ欲を言えばね、やっぱり一度ぐらいはこの車でねロードトリップしたいなって思いはあったんですけども、まあそれは日本に帰ってからまたねこの車でロードトリップしようかなと思います。日本だったら結構レッカーもすぐ来てくれるので、比較的心強く乗れるかなと思っています。まあ、アメリカの場合ねロードサービス入ってますけど、やっぱり日本よりはね全然時間かかるので、まあ、そういう意味ではね新しい車で行った方が時間的ロスをね回避できるかなと思います。でこのマスタングですね、日本では、バレーオートさんという会社さんに、メンテナンスしてもらおうかなと思っています。いつもねバイクでお世話になっているヒューモンガスさんから、ご紹介いただいたお店で、まあ、インスタグラム見てねアメ車だったり会社だったりいろいろやってるお店なので、まあすごいいいなと思いましたし、あとヒューモンガスの小松さんもねこのマスタング、まあ年式が違うんですけども持っていて、まあそのバレオットさんの方でメンテナンスしてもらっているということなんでね、小松さんに紹介していただいたっていうところがあります。小松さんいつもありがとうございます。なのでまあ11月の9日に横浜に着いて、でそこから車ピックアップして整備して車検ってなると多分11月末とか早くて、まあちょっと時間かかれば12月中には乗れるかなと思っています。まあ、このマスタングねエアコンとかヒーターとかついてないので、まあ少しね寒い時期でも気合入れて乗らないといけない ところはあるんですけども、まあでもねしっかり東京でもねこのマスタング、乗っていこうかなと思います。あんまり自分の周りでアメ車乗ってる人いなくて、むしろゼロかな。ね外車とかは乗ってる人いますけど、ベンツ BM とか、でもこういうねアメリカのクラシックカー乗ってる人はねいないので、東京行った際はねクラシックカーのイベントとかあればね、まあ、この車でね行ってみようかなと思うところもあります。そんな感じでね今日は、この1969年フォードマスタングファストバックですねのアメリカ、ラストランの動画となります。本当ねアメリカ来てアメ車を好きになれてよかったなって思うところがすごいありますし、アメリカに来ていなかったらね絶対アメ車好きになっていなくて、バイクだけ乗っていたのかなと思いますし、まあ、それプラスねこの6級のファストバックに巡り合えたっていうのもまた一つのね縁なのでね、アメリカに来てねこのマスタングに出会えたっていうのは
本当にね自分の中で大きな、ターニングポイントになっているかなと思います。なのでいろいろねサポートしてくれた方も感謝してますし、本当にねアメリカという国に感謝しています。ありがとうございます。まあ、次ねマスタング乗っている動画はもしかしたら、日本で乗っているタイミングかもしれないんですけども、本当にねこの車がアメリカでね最後走るっていうところが、動画にね収められてよかったなと思います。この動画では自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと X、Instagram もやっておりますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。